激辛ジョニーです。今日もみんなの新品をつけちゃうぞ。やってきました、網走来たよみんな、お待たせ。はい、今日はですね、北海道網走郡津別にあります定陽軒さんにやってまいりました。こちらですね、まあ、ラーメンとかご飯、そして焼きそばとか様々な料理が楽しめるんですけども、なんとですね、こちらもう80年以上続く老舗料理店になります。で、今回ですね、こちらに辛いラーメンがあるということでやっていくんですけれども、そのメニューがですね、グローラーメンと言われるラーメンでして、なんかね、赤の一振りというね、激辛唐辛子を使ったラーメンになります。今日はですね、旭川市からですね、バイクで、まあ、約 3,4 時間ぐらいねかけて、ここに山道約180km ぐらい飛ばしてきました。もう本当にね、来るだけでも結構なかなか来れない地域なんでね、非常に楽しみでございます。はい、それではですね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。津別にある津別西洋軒さんのバラトン丼とグローラーメン、一番のおすすめは塩ラーメンですが、今回はバラ豚丼にしました。グローラーメンはなかなかの辛さ、ただ辛いだけじゃなく、しっかり旨味も凝縮されたスープなので美味しかったですというレビューが上がっておりますけどね。一番人気メニューはですね、なんかね、あのオホーツク北斗ポークというね、これバラトン丼、はい、これなんか、これトン丼が一番人気みたいなんですけども、ちょっと今日はあのラーメンということで、はい、このトン丼も美味しいみたいなんで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました来ました、こちらがグローラーメン。わー、非常に美味しそうな、これね、スープのベースはこれ辛味噌ベースということで、これまあそうですね、これ具材はね、わかめ、メンマ、ネギ、チャーシューということで、あと玉ねぎも入ってますね。うん、非常にいい香りです。そしてこちらが、赤の一振りと、これはね、お好みで入れるということで、まずね、ちょっと、デフォルトバージョン食べて、その後にこの赤の一振りを何振りしちゃおうかなということをね、楽しみにしながら食べていきたいかなと思います。それでは行きましょう。いただきます。さあ、グローラーメン、お手並み拝見ですよということで、じゃあね、まずスープからいきましょう。いただきます。うん、うまい。味噌のコクとほのかなちょっと刺激がありますね。じゃあちょっと麺いきましょう。麺はちょっと細麺ですね。うん、心地いい辛さですね。玉ねぎのこの旨味というか甘みが、うん、スープに染み込んで美味しいです。あとこれチャーシュー、チャーシューいきます。うん、美味しい。ちょっと昔懐かしいあの味っていう感じですね。ここの状態だったら全然この美味しくね食べますね。じゃあちょっとこの気になるところ、この赤の一振り、激辛唐辛子らしいんで、ちょっとこれちょっと使ってみましょうか。ああ、一味ですね。じゃあちょっと足していきましょう。一杯分をかかしていこう。はい、じゃあちょっと多いから赤の一振りの一撃を楽しましょう。いただきます。辛さレベル2ぐらい上がってる感じですね。うん、あね、これ一味だから、うん、なんか変なね、そのハバネロとかのこうちょっと独特な風味がしなくて、非常に美味しく食べられる方がいいからだ。うん、パンチ効いてる。うん、喉のこうガンと突き刺すようなこう辛みがありますけど、スープがうまいのこれ。うん、
ちょっと気管に入ると危ないね。うん、ほらこれね、ちょっと話の小ネタになりますけども、こちらのお店、西洋系なんですね。これね、初代の方がですね、クラフトの洋食店で料理長を務め、戦後間もなく津別町でコキールグラタンを出したのがこのお店の始まりらしいんですけどもね、当時はですね、そういうね、グラタンみたいなのがね、この洒落た食べ物が流行らなかったということでね、田舎ではあんまり流行らなかったそうです。はい、でそちらのね、2代目の方がですね、本格的にラーメンや丼物などをオリジナルの味を生み出して、現在のね、3代目の方にこの受け継がれているところで、これも約80年以上営業されているところで、まあ、あと20年で約1世紀、はい、1世紀も続くようなこのお店ですかね。これだいぶこの地元の方々に愛されているお店みたいですけども、あらまあ汗が止まらんぞいということではい、じゃあちょっとね、残りの、ラーメンをここにすすっていきたいかなと思うんですけども、山道バイクで走ったからすごい寒かったんで温まりますね。さあ、残すところスープのみということで、ね、最後ねこのスープを飲みまして、このグロートのバトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは開催レベルの発表していきましょう。津別西洋軒さんの、グローラーメン開催レベル、じゃらららじゃん、開催レベル6です。おめでとうございます。はい、非常にね、この赤いの一振り、はい、これのちょっとこの1ミリ唐辛子を振るとね、やっぱこのパンチ力が、ありました。はい、このスープのベースで辛味噌を使ってるんですけど、非常にこの味噌のコクとうまみが凝縮されたこのスープに、玉ねぎやら、チャーシュー、そしてわかめ、ネギやらね、そういった具材がね、うまみがこのスープに溶け出して非常に美味しく食べれました。麺にもね、こう絡んで非常に相性がいいです。スープまでごくごく飲める、そんな一品かなと思います。ハバランとかそういった激辛唐辛子を使ってないので、別にこうお腹が痛くないなで、ちゃんとこう美味しく食べられる、そんな辛さのーラーメンでございます。本当に津別の熱い魂が宿ったまさにそのラーメンかなと思います。で、今回ですね、このグローラーメン紹介させていただきましたけれども、一応ね、この一番人気はこの究極の豚丼ということでね、はい、この豚丼が、人気ということで、ね、これぜひちょっと僕も食べてみたかったんですけども、今日はなんせね、もうお腹いっぱいということで、今日はね、もうこの辺にしておきたいかなと思います。はい、今回ね、まあこの網走、はい、来ましたけれども、これね、ちょっとバイク、今これ撮ってるの9月なんですけれども、9月でもね、ちょっとバイクだとね、ツーリングがあってちょっと気持ちいいかなと思ったんですけれども、やっぱね、山道寒いですから、これね、来るときはね、車で来ることをおすすめします。これから、またバイクを3時間ぐらい、3、4時間飛ばして、旭川市に戻りたいかなと思います。それではまたまた、北海道編まだ続きますんで、お楽しみに。またねー。